はい、青春ふみつけちゃーばです。今回お邪魔してきたのは千葉県船橋市にあります小山模型店さんの方にお邪魔してきました。こちらは真っ赤なテントがトレードマークといった外観なんですけれども、またね、ショーウィンドウの中にはこういったね、ラジコン関係とかガラス越しにね、たくさんのプラモデルが外観からも見受けられる昔ながらの模型店といった感じが伝わってくるんじゃないかなと思います。それではね、店内の方を見ていくんですけれども、店内はこんな感じでね、とにかくね、プラモデルの山といった感じで箱積みされたプラモデルがぎっしりあるので、かなりね、プラモデル好きからすればこれだけの圧迫感と商品量をね、見せつけられてしまうと選ぶのもね、迷うほどの楽しみになっているんじゃないかなと思います。で、こちらのお店の方とちょっとね、お話しさせていただいたんですけれども、ガンプラはね、それほどまで多くないといった感じで、とにかくね、今ね、生産の方が追いついていなくて、なかなかね、入ってこないとのことも話されていました。自分なんかどちらかというとプラモデルというとガンプラ世代なので、本格的な模型店といった感じのお店で、なかなかね、お買い物する機会少ないんですけれども、それでもね、これだけの商品量あるので、スケールモデルが全般的に多いお店かと思うんですけれども、プラモデルだけではなくね、ミニ四駆やまたね、ラジコンのパーツなんかね、非常に多いです。細かいね、改造パーツや部品なんかがね、販売されているんですけれども、自分は何の部品かね、さっぱりわからなかったんですけれども、てっきりね、ミニ四駆とかの改造パーツなのかなと思ったら、ほとんどがね、ラジコンの部品やパーツだとのことも話されていました。それだけね、ラジコンのニーズと、またね、改造するバリエーションのね、奥深さというものは、こういったね、ショーケース内に入っている一つ一つね、細かいパーツからも感じることができました。またこういったスケールモデルのユーザーさんというものも、根強いね、コレクターさんやモデラーさんなんかはね、確立されたプラモデルのジャンルになっていると思うんですけれども、そういったことからも、ラジコンのパーツやプラモデルの改造部品や模型店というお店というとね、どうしてもそういった細かいものなんかをお客さんのニーズに合わせながら取り揃えている模型店というものはね、地元に一つは欲しいですよね。自分も時々ガンプラの塗装用の塗料や道具なんかをね、買いに行くような模型店というものがあるんですけれども、こちらの動画を見てくださっているプラモデル好きの方やガンプラ好きの方からすると、そういったね、地元に根付いた模型店というのがね、どの地区にもね、あるんじゃないかなと思います。ただね、そういったお店も徐々にね、数を減らしてるかと思うので、こういった個人商店さんでプラモデルだけではなくね、塗料や改造パーツなんかも一緒に購入されていくということも、昔ながらの買い物の方法といった感じで楽しいお買い物ができるんじゃないかなと思います。で、こちらの小山模型店さんの詳しい詳細の方は、こちらの方を一時停止してご確認ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。